ジャン2世は、ブルボン公及び、オーベルニュー公、クレルモン博。ブルボン公シャルル1世の長男。母は、ブルゴーニュ校ジャン1世の娘アニエス。1440年に、父が、フランス王シャルル7世に対して、プラグリーの乱を起こしたが鎮圧され、両者は、妥協点を探っていた。クレルモン博だったジャンは1444年にシャルル7世が、 動員したスイス遠征に加わり、翌1445年に、父と共に、王家の常備軍である直霊隊の隊長に選ばれ、ブルボン家の他の貴族も直霊隊に組み込まれたことで、王家は軍事力増強、ブルボン家は軍事奉仕で協力体制を築いていった。百年戦争中の1449年に、ノルマンディ遠征に従軍、翌1450年に、 イングランド軍がノルマンディに上陸して南下した際、ギリノージのアルティウルド・リッシュモン大元水からの合流命令を待たず、フランス軍を率いて、イングランド軍と対決した。兵数が少ないため敗北寸前だったところを、リッシュモンの救援で持ちこたえ、最終的に勝利を収めた。戦後、リッシュモンと行動を共にし、カーンを包囲、陥落させノルマンディ平定に尽力した。 1451年にシャルル7世からギュイエンヌの国王総大官に任命され1453年のボルドー陥落でギュイエンヌ平定にも貢献1456年の父の死でブルボン行為を継承した。シャルル7世の息子レイ11世とは不仲で1461年の即位と同時に直霊大隊,隊長を更迭されたことに起こり、 1465年に、反国王派の諸公が結成した、公益同盟に参加して、ルイ11世に反抗したが、和睦して、直令大隊長に復帰、広範囲に及ぶ、国王総大官にも任命されると一転して、国王派に属し、ブルゴーニュ公、シャルルなどと戦い、地方統治における王の代理を任され高い権力を与えられる代わりに、 軍事力で王家に協力する従来の地位を保った。1480年に国王の代官から国王権利の侵害を訴えられ裁判になったが、無罪となり、両国の独自性を認められた。1488年に死去した時に着手を残さなかったため、シャルル2世、ついでピエール2世と弟二人が継承者となった。1447年に、 フランスをシャルル7世の娘ジャンヌと結婚したが、子供を儲けないまま死別した。1484年にヌムール公、ジャック・ダルマニャックの娘カトリーヌと結婚したが、1487年に一男ジャンを出産後間もなく母子供に死去した。1487年にブルボン家冒険のバンドームハクジャン8世の娘、ジャンヌと結婚し、1488年に一男。 ルイを設けたが、同年に、ルイも、ジャン二世本人も死去した。着手はなかったが、諸紙が六人いた。上田、P130、P136。エチュベリー、P275、P286。ペルヌー、P273。上田、P145、P146。上田、P137、P143。P146、P155。上 P157, P159, P168, P178. ありがとうございます。